どうも、宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツです。今回は、プラネット9は存在しないかもしれないというテーマで動画をお送りしていきたいと思います。プラネット9はその名の通り、太陽系第9の惑星です。以前は冥王星が第9惑星だったんですが、現在では、諸事情によって準惑星に降格していて、第9惑星の枠は空いています。プラネット9は海王星よりもはるかに遠い領域を1万から2万年の周期で公転すると考えられています。で、その他のスペックとしては地球の5から10倍程度の質量を持つガス惑星であるというふうに考えられているんですね。で、今このシミュレーションで言うとプラネット9というのは、この惑星ですね。なので公転軌道としてはこの大きな右に偏った楕円がプラネット9の公転軌道となっています。では、観測されたこともないのになぜそこまで詳細なスペックが想定されて、しかも存在確率が高いというふうに考えられているのでしょうか。それは過去に観測されていた海王星よりも外側に位置する太陽系外縁部の天体の公転軌道の、明らかな偏った統一性が確認されていたためです。ちょうどこのシミュレーションで、その存在根拠が示されているんですが、外縁天体たちの公転軌道、左に偏った方ですね、こちらを見てほしいんですけど、これらの軌道というのは、その公転軌道における演出点、一番太陽から遠い点ですね、これが左側の方に偏っているのが明らかですね。で、さらに、この内側の惑星というのは、ちょっと今シミュレーションの都合上、海王星よりも内側の惑星というのは表示されてないんですが、惑星はどれも同じ軌道面で公転しています。で、外縁部の天体はその惑星とは、こうやって公転軌道の面が違うんですが、ただ違う割にはいろんな軌道面で、公転しているというわけでもなく、偏った別の公転軌道面で統一性があります。なのでこういった統一性というのが自然と形成される確率はすごく低そうですよね。実際に1万5千分の1程度なんていうふうにも言われていて、それが自然で起こったっていうふうには考えにくい状況となっています。その1万5千分の1っていうのをパーセントにすると、0.007% ということで、ソシャゲとかやったことがある方であれば、どんだけレアガチャが低い確率でも、こんだけ低いものはないので、いかにこの確率が本当に低いのかっていうのがよくわかると思います。そういった背景から太陽系外縁天体たちに等しく重力的な影響を与えられる強い重力を持った天体が同じく外縁部に存在していて、でその重力的な作用によって外縁天体の公転軌道の偏った統一性というのが現れたというふうに考えるのが自然ですね。この太陽系外縁天体たちに等しく重力的な影響を与えられるほど強い重力を持った天体というのが、まさに先ほど説明した海王星よりもはるかに遠い領域を1から2万年の周期で公転する地球の5から10倍程度の質量を持つガス惑星であるプラネット9なんですね。このような背景からプラネット9は高確率で存在しているだろうというふうに信じられてきて、これまでも積極的にその姿を捉えるための様々な研究や観測が行われてきました。はい、そんな感じで公転軌道に偏った統一性が見られた過去に観測された外縁天体たちなんですが、現在ではこの観測自体にバイアスがかかっていたというふうに認知されています。外縁天体のように地球と太陽から十分に遠く自ら光を放たない天体の場合、その天体の地球からの見た目というのは、その天体と地球の距離が遠くなればなるほど急激に暗くなっていくことが知られています。例えば、地球と、その外縁天体の距離が2倍となった場合ですね、まず天体が受ける太陽からの光の強さというのが2の2乗分の1、さらに天体から地球に届く光というのも、距離が2倍になることによって2の2乗分の1になるので、結果的には距離が2倍になるとその天体の明るさというのは2の4乗分の1、つまりは16分の1にもなってしまいます。そのため外縁天体のような遠くしかもそこまで大きくない天体というのは、まだ太陽や地球からの距離が近い、この軌道上における近日点の領域ですね、一番内側の天体、太陽と地球と近い、この近日点付近でしか観測することができません。そして
外縁天体は地球から見て全方向に等しく観測できるわけではなく、その方向によって観測しやすさが異なってきます。例えば、曇りや雨、風が強い日が多い時期には地球上の望遠鏡というのは使いにくくなってしまうので、そういった日が多い季節というのは外縁天体を観測しにくくなってしまいます。季節によって、夜間に観測できる方角というのは変わってくるので、もうこの時点ですでに望遠鏡が使いにくい季節において夜観測しやすい方向に、その近日点がある外縁天体というのは発見しにくいという偏りが出てしまってますね。そしてさらには天の川銀河の中心方向というのは星が密集していてすごく明るいので、その方角に近日点がある外縁天体というのも発見しにくいことが知られています。観測できる方角が偏っていることによって、本来外縁天体はバラバラな公転軌道を持っているのに、その中から偏った統一性が見られる公転軌道を持つ天体だけが地球から観測されているという可能性も出てきました。もしも外縁天体の持つ公転軌道が全体的に偏りがなければ、プラネット9による重力の影響も見られなくなってしまうので、プラネット9が存在するという仮説が崩れます。もしかすると、私たちが最初から信じていたこのプラネット9というのはそもそも存在していないということもあり得るかもしれません。そこで OSS-OS と DES というプロジェクトは、外縁天体の観測には偏りがあるということを把握しつつ、観測しにくい方角に近日点がある外縁天体も偏りなく観測しようと試みていました。今表示されているのがその観測結果となります。画像内で灰色で描かれたものが、プラネット9の根拠となった過去に見つかっていた外縁天体の公転軌道となります。そして赤色が OSS-OS で、青色が DES によって新しく発見された外縁天体の公転軌道です。確かにその灰色の軌道よりも偏りが小さく、広い方向に分布していることが見て取れますね。特に OSS-OS なんてのは本当に広い方向に分布してほぼ偏りがありません。今表示されている以外にも多くの外縁天体を発見したこの2つのプロジェクトなんですが、それらの公転軌道のうちほとんどが従来想定されていたプラネット9の重力的な影響が見られなかったというそうなんですね。このような観測結果も相まって、現在ではプラネット9の存在を信じていない科学者というのもかなり増えてきたようです。世紀の大発見を心待ちにしていた、僕もそうなんですけど、本当そういった税に関しては、かなり残念なニュースとなってしまいました。ですが、従来想定されていたプラネット9とはまた別のスペックを持つ惑星サイズの天体が太陽系のどこかに存在している可能性はどこかにはあるかもしれないので、そんな天体が今後発見されることに期待しましょう。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。宇宙ヤバイチャンネル、中の人のキャベツでした。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。宇宙ヤバイチャンネルオリジナルペンダントが好評発売中です。Twitter とブログもやってるので、この動画の概要欄からぜひご覧になってみてください。